土曜日の遊園地で最初に登ったのは子供の頃に好きだったコーヒーカップ。初めてのデートだから向き合うと恥ずかしくて横に座ってハンドルぐるぐる回した。タイプじゃないとずっと言っていたのに二人はいつの間にかお似合いのカップルみたいだね。ジェリービーンズ口の中入れた時不意に顔が近づいて唇盗まれた。12秒くらいはそのまま動けなくてこれがキスか。名物のジェットコースター、黄色い悲鳴が落ちる。さっき以上ドキドキはしたくないよ。夕暮れの浜辺とかでファーストキスしたかったのに、親子連れがこっちを見てる炎天下。それでもきっと逆に想像欲しいから、緊張することもなくいつもの私でいられたんだね。ジェリービーンズぐにゃぐにゃの感触が言葉にはできないほど甘くて切なくて生温かかったよ。柔らかなその秘密、これは夢か、これは愛か。